はい、バロンザーマスです。さあ、やってまいりました。第5物件ですね。はい、いよいよここ、リフォームを開始します。はい、まあ、詳しくはですね、前回の動画を見ていただければと思います。概要欄から貼っておきます。まずですね、駐車場を邪魔している屋根ですね。こちらはプロの方にお願いしました。この第5物件の家主さんになってくださった方の親友ですね、がやってくれてます。そしてエアコンですね、こちらの方、移設の方もお願いいたしました。めちゃくちゃいい人でしたよ。はい、知り合いたくさんいて、明るい方でした。そして、泊まり着の大江さんも見に来てですね。はい。で、今からこの和室を改造していきたいと思います。はい。まずこちらだ、なんですけども、一応6畳と、まあ、押し入れですね。こういったものがあるんで、これすべて解体してですね、洋間の筋トレ室にしようと思います。はい。もう日差しがしっかり入るいい場所なんですけども、まあ、エアコンは1台、ここにね、今つけてある後ろ見えますよね。あれ1台しかないので、まあ、ここを全体で冷やす、温めるっていうことを考えるとですね、まあ、茨城台はね、夏はね、いいんですけど、冬は寒いので、まあ、基本ストーブなんですね。今1個置いてあると思うんですけども。ですから、筋トレの環境としてはもう1回入ってすぐ筋トレして帰ろっかなみたいなね。はい、今回それなのでここを洋間に変えていきたいと思います。はい、今回の動画はですね、解体だけなんですね。はい、この解体の仕方をですね、皆さんに DIY でお教えしますという動画ではなくてですね、この茨城台ニュータウンの物件を手に入れてですね、自分の手でね、自分の手でできるとこをやっていけば、あまりコストもかからずに、住みたい家に変わっていくと。まあ確かにもう汚れも来ててですね、だいぶ古くなっておりますので、そういった意味では自分で解体して改造し直すということを、見ていただければと思います。まあこれがね、茨城台のいいところなんだということも言いたいわけなんですね。どうぞね、こぞって住人になっていただければと思います。はい、これから私1年間こちら別荘として、借りさせていただくという、契約もね、締結しておりますということでね、私また家を買うためになんと賃貸で借りているということなんですね。はい。またいつかですね、次自分の家を手に入れた際にはですね、市長様のご希望がたくさん来ておりますので、一緒に DIY をやろうと思ってるんですが、この場所についてはですね、賃貸物件としてお借りして、しかも市長さんはね、社長さんめちゃくちゃいい人なんですよね。この人とね、話し合って、ザーマさん好きにしていいよと。一切ね、中リフォームはしない代わりに、好きにやってくれて構わないということでね、私もちゃんとリフォームさせていただくと。まあ、こういう契約になってるですね、非常に特殊な契約なんですけども、こうしてですね、協力してくださる方がいてくれるおかげでですね、皆様、私自身もね、これ楽しみながら、仕事の合間に来てはやるということをね、反復攻撃でやるということでやります。はい、ちなみに私ですね、小学校4年生からですね、お父さんが建材会社をやっておりましてね、実は小4からなんか型箱を作らされていたという、その頃ね、それはそれで楽しかったんでね、ずっと夜ね、クラブのない日は行ってたということなんですね。で、そして18の時ですね、胃がすごい貧乏になってしまって、なんとかして大学へ行きたいということですね。大工の方になりました。はい。で、大工をやってですね、なかなか、殴られても文句を言わないタイプだったんで、はい。まあ、棟梁たちに好かれてですね。で、二十歳の時にですね、宮大工にならないかってお声までかけていただいてですね、少しそちらの通っておったんですが、阪神淡路大震災があってですね、私ボランティアに行くついでにですね、そのまま居座ってですね、有馬温泉に常宿を構えてですね、まあ、震災で、ね、使えなかったホテルがあって、そこを泊まらせてもらってですね、そのまま住み込みで働くようになってですね、で結果、鹿の子台っていうところにね、172戸の仮設住宅の建設のをやってたのが実は僕なんですね。はい。そこから、まあ、福祉に目覚めて、二十歳の時に、短期大学部の社会福祉学会へね、入学、晴れてするということで、宮大工の道は諦めてしまったんですが、いや、いい仕事やったんですよ。4年、ネジ一つね、使わずにやるということなんですけども、釘って言った方がいいかな。はい。今、解体ですね。押し入れの方解体していきます。意外や意外ですね。なんか、いろんなもんが入ってるんですよね。これもね、バブル期あるあるでしてね。要するに、まあこういう石膏ボードが切ったゴミって燃えないゴミなんですね。で、これを、まあ少しでも減らすためにですね、この隙間に入れ込んでおると。まあちょっとまずいことになってますよね。はい。まあそういうことでね、簡単に剥がしていけるのがこの石膏ボードですね。甲南にも売っております。重いんですけども頑丈なんですね。で、この上に、壁紙を貼ればですね、綺麗になるということですね。骨組みの方もですね、無理に引っ張ったりせずにですね、簡単に、のこぎ切ってしまって、丸のこでね、で、後で叩いてポンと落としてしまうという戦法にします。
結構ね細かく打ち込んであってですね、ここ、まあ、押し入れに最初なってなかったんかなって感じなんですね。でこれは後で構造を見ていくとよくわかるんですけども、おそらくあの最初のオーナーさんが別注であの図面を引いた後にですね、ここ押し入れにした方がいいねっていう形になったと思われます。で理由が簡単でしてね、今正面に格子戸みたいになってるのえらいね、1個出っ張ってあるでしょう。この後ろに襖が通るようになったんですね。ということはですよ、後付けで押し入れを作って、押し入れの裏側にまあ襖が通ってくると。普通襖って見えてるじゃないですか、左側みたいに。でこれが奥に隠れる形になってるので、多分無理やり増築した感じなんですね。これがちょっと厄介になってきます。はい、ですがですね、まあそうやって好みに合わせてね、新築を建てるのは夢のあることじゃないですか。きっとお尻がね、大事だったんでしょうということでございます。まだまだゴミが出てきます。綺麗に切った後の石膏ボード、二十数年前のゴミなんですね。ここに襖が入ってるんですよ。ちょっとおかしな作りでしょ。はい。で電源がね、なんと1個しかなかったんですよ、コンセントが。これも困ったってことでね、これも位置を変えようと思っております。はい、ちなみにこの電気自体の外しとかはあの資格がいりますので、あの素人の方絶対にお触りにならないよう、はい、ブレーカーを落としたら触れるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、あの法律に抵触することもあるのでお気をつけくださいということで解体を続けていきます。そしてですね、この柱にこう今3通ってるでしょ、ここを今切っているのはですね、なんと穴を開けて配線通してるんですよ。後から結構厄介な通し方したんですね。だからこれも多分設計図通りじゃないやり方やと思います。ですから木を叩いて割る前にですね、まず傷をつけてそこを折って配線電源を逃がして、それから解体するというまあまあ手間になりました。まあそんなわけでですね、まあ、休まず喋り続けますけど、結構ねギコギコギコやってこう配線をまず逃がして脱出させて、はい、でこの後壊していくということですね。で実はここね、家庭内電源がこの100V のソケット、これ1個しかないんですよ。あとはスイッチなんですね、この部屋の。でこれが本来の姿ですよね。だからこの真ん中の格子になっているところ、これは増築されているものと思われます。じゃないとね、裏側が丸見えなんですよ。で、断熱も入ってないって入れれるわけないじゃないですか。だってあの、襖が滑って後ろに入ってきますからね。変な作りだね、なんて話になってました。はい、それでもですね、非常に美しく丁寧に作られて木材が多く入っておるということでね、やっぱり当時の大工さんも一生懸命作ってたということはよく伺い知れる内容でした。で今ね、確認してるんですけども、この化粧の柱ですね、これ切るか切らへんか僕残そうと思ってるんですけども、実際ねこれ屋台骨を支えてるものではないので取ってしまっていいよってね、ちょっとアドバイスをいただいております。やっぱね、もう一度現役のプロに確認するというのは大事ですからね。はい。で、天井までちょっと見てくださるということですね。非常にありがたいと。で、胸上げの後にやっぱり入れるものなので、あ、柱、あ、かかってないよね。もう化粧ですよ。飾りですよね。っていうことが分かって、ちょっとね、これは裏側だけ傷がついてるんですよ。だけど、まあ、ちょっとやっぱ残そうかなと思っております。はい。ここめちゃくちゃ大変。ここはしっかり打ち付けてありましたね。とにかく切って切って切りまくってですね、叩いて叩いて引っ張ってっていうのをやるんですけども、結構ここだけはね力がいりました。っていうのはこのまま下がもうコンクリートが見える状態でですね、断熱も入ってなかったんですね。で要するに床の間らへん、この辺は多分相当冷えてる状態やと思うんです。でその結果あの後ろに見える右側のパネルの下ですね、カビ上がってるでしょう、クロスに、あ、壁紙に、そういう理由なんだと思います。ですね、ここはやっぱり断熱一回打ってあげないとですね、あの水気の多いところの風が吹いた後にですね、そのまま水蒸気として上がってきておるということが確認できます。ちょうど玄関の横ですしね、ま、あの外側ガラスに面してますので、はい、ここはもう一回補強し直しで全て解体しましたということでございます。はい、解体作業結構ねかかるんですよね。で押し入れの場合はもうペラペラなわけですよ、下が。はい、だからやっぱり次はね、もう合板入れて頑丈にしようと思ってるんですけども、まあ見る限りでは綺麗にはできているものですね。まあ強度についてはもう限界点を超えていると。ちなみに皆さんご存知ですか？古い木ありますよね。これってね、木っていうのは30年か50年後になると古くなって傷むと思いますか？もちろん傷むんですよ。でも一方で水気が飛んでね、バリバリ硬くなってて、むしろ強度が上がるということもあるんですね。木は生きてるんですよ。ですからね、適切に管理すると見てください、こう引っ張らないちょっとやってみようと思うじゃないですか。全然ビクともしません。はい、二十数年ぐらいたまで木も元気なんですね。
はい、まあ、そういうわけでですね、木の素晴らしさ、木造の良さもね、説明しながらですね、解体作業を続けるんですが、さすがにそろそろ仕事に戻らなきゃいけないし、体力的にも限界、もうバールを持つね、手もだんだん疲れてきてですね、どんどん丸のこを活用していくということですね。まあ、こうしてですね、まあ、人件費0円という形でね、次回もまた解体から続けてですね、4万にしていくという作業、ぜひともね、茨城大学とともに興味を持っていただければと思います。それでは失礼します。バイ。次回。